ミッシェル・バテュ、ミッシェル・バテュは、フランスの画家。1946年10月27日、パリに生まれる。幼い頃より、絵を描くことが好きで、建築家であった父が時々、サン用の大きな紙や絵筆を彼女に与えたことも、彼女を絵画の世界へと導く大きな要因となる。10代の頃、誰もが寝静まった夜中、一人道具を広げて描く。 ことに集中することが幾度もあったという。高校の頃から絵とデッサンに没頭するようになり、1962年から本格的に学び始め、1964年にパリ国立美術学校に入学。在学中にはギリシャ、アメリカ、カナダを旅し、世界的なレベルの展示会にも出展するようになる。1967年にオーストリアで、 初めての個展を開く。造形美術国家免除を取得した後、1971年にはパリ市から送られたカーサ・ベラスケス賞により、スペイン・マドリードで小学生として1年間滞在、異国で美術の腕を磨く。その後も着実に躍進を続け、1986年には1881年からの歴史を誇るフランス芸術家協会のサロンで最も、 偉大な栄誉賞を受賞。教会の会員及び審査員も務める。2001年には、フランス文化功労ベルメイユ勲章が贈られた。これは、フランスの名声に貢献し得る活動をした人を、奨励、奉奨するもので、卓越した人格者に授与されるものである。その他にも様々な賞を受賞し続け、2003年には、名誉ある、フランス国防省海軍公認画家に選出された。 女性としては1830年創立以来の二人目の選出となった。写真家の夫を持つバトゥは世界各国を旅してきた。エクアドル、インド、タイ、イタリア、ルーマニア、様々な世界、いろいろなものを純粋な目で見つめてきた経験と自然から学んだ感覚がバトゥの絵の特徴や技術、構図に反映されている。そこには世界中を渡り続け、 様々なアートシーンを吸収し、蓄積してきたバッテュ自身の魂が反映されており、あたかも無の世界から自然の響きが伝わってくるような作品となっている。それこそがミッシェル・バッテュ作品の特徴である。現在眺めの良いパリの自宅の他に、フランス中部、サントル地方にある14世紀以来の館にもアトリエを持つ。敷地内には、 ミッシェル・バテュが博の作品が飾られた美術館があり、一般公開されている。 1962年、1963年、1967年、1967年、1971年、1975年、1986年、1988年、1997年、2002年、2003年、1961年、1969年、1970年、1971年、1972年、1977、 73年歩で、アルベス、グランパレ、サロンドートンヌ。 ブルッセルレソワールシ1974年1975年1976年1977年1978年1979年1980年1982年1983年1984年1986年1987年1991年1993年1994年1995年 5年、1997年、1998年、1999年、に、1 0 0 0年、2001年、2002年、2004年、2005年、2006年。ありがとうございます。